二つの木、または二本の木、テルペリオン・トラウレリンは、JRR トールキンの中津国を舞台とした小説、シルマリルの物語の登場する架空の植物。ジョーコの時代に、アマンを照らした銀の木と金の木である。これらは、メルコールとウンゴリアントに破壊されたが、それぞれに生じた花と、実から月と太陽が作られた。アルダの最初の光は巨大な灯火。 北に置かれた銀色のイルルインと南に置かれた金色のオルマルだったが、これらはメルコールに破壊されてしまった。それ以後バラールは中津国を離れてアマンへ去り、その地でヤバンナは二つの木を生み出すために歌った。こうして生じたのが銀の木テルペリオンと金の木ラウレリンであるが、テルペリオンはオギラウレリンはメギであった。これらの木は、 バリノールの戸の外れにあるエゼル・ロハールの丘の上に生えた。他のバラールたちが見守る中、ヤバンナが歌い、ニエンナが涙を注いでこれを育んだ。そして二つの木が新たな光となった。テルペリオンの光は銀色でラウレリンの光は金色だった。テルペリオンは裏は銀色で表は濃い緑の葉を、ラウレリンは金色に縁取られた明るい緑の葉をつけており、 光を放つ花々から滴る雫にも光が含まれていた。バルダは二つの木からこぼれ落ちる炉を集めた。二つの木は七時間ごとに光の満ち欠けを繰り返した。それぞれの木が輝き始める一時間と輝きを得る一時間が重なっていたため、一日の長さは十二時間と定められた。ラウレリンが輝き始める夜明けと テルペリオンが輝き始める夕暮れには、金と銀の和らいだ光が混ざり合った。新たな光が置かれ、アマンに喜びが満ちていた、二つの木の時代は、そのありさまを妬んだ、メルコールによって、終わりを迎える。彼は二つの木の破壊を企て、巨大な雲、ウンゴリアントに協力するよう求めた。ウンゴリアントが編んだ闇の雲に隠れて、メルコールは二つの木を襲い、 植えたウンゴリアントは木を貪さぼった。しかし光と命は木々のうちにまだ残っていた。二つの木を蘇らせようと野蛮なナは歌いニエンなは涙を注いだが、テルペリオンはガツになる花を、ラウレリンは太陽になる実をつけると枯れてしまった。男性のマイアのティリオンが月の、女性のマイアのアリエンが太陽の運行を司ることになるが、これは 木の性別に由来しているそして、指輪物語の中で太陽が、女性好きが、男性と称されるゆえんでもある。最初に、中津国からやってきたエルフたちは、テルペリオンをとても愛した。そこで、ヤバンナは、バンヤールとノルドールの住むティリオンの戸に植えるため、テルペリオンに似せた木を作った。この木は、ガラシリオンと名付けられたが、 テルペリオンのように輝くことはなかった。この木から、苗が増えて、うち一つがテレリの住むシマトルエレッセアに植えられ、ケレボルンと呼ばれた。第二木には、ケレボルンの苗が、ヌーメノール陣へ送られた。これがヌーメノールの城のキニムロスである。この木は、ョ和の時代に渡って流らえたが、サウロンが島を支配した時代にヌーメノールの最後の王、アルファラにより切り倒されてしまった。 幸い強行が行われる前に、イシルドアがこの木から実を一つ取り、これから、ゴンドールの城の木となる若木が生じたのである。ラウレリンに由来するものが作られたという記述は、見られないため、エルフに愛されたテルペリオンとは異なり、ラウレリンに似せて創造された命あるものは、中津国にも、あるだのどこにもないという仮説を立てることも可能である。 しかし創作物としては、中津国へと渡ったノルドールの城塞都市、ゴンドリンに、オートアゴン自身がラウレリンを模して作った、グリンガルがある。バルダが、中津国のエルフのために二つの木から集めた雫を、天空に巻いて、星々を作り出したとき、二つの木はまだ健在だった。オロメがエルフたちに、アマニエの渡航を促すため三人のエルフを施設として、 エラビバリノールに連れて行った際に、エルフたちが最も感動したのは二つの木であったと思われる。とりわけシンゴルはメリアンに出会う以前は、バリノールの光を再び見たいという欲求を動機として大いなる旅を続けたと言われている。また二つの木の光は、後にエルフを光を見たカラクーエンディと光を見ることなく、中津国に泊まった森クーエンディを分ける基準となっており、 作中では、前者が後者より優れるという描写が様々な形でなされている。第一期ではその歴史全体において、汚れなき二つの木の光を内に宿す、唯一の存在であるシルマリルを所有したいという、者たちの欲望に強い影響を与えている様子が描かれている。第二期と第三期では、テルペリオンに由来するヌーメノールと、 ゴンドールの白の木が両王国の象徴とされ、また、ドゥーネダインとエルフとの古くからの結びつきを思い起こさせるものとして描かれている。しかし白の木と両王国の関係はより深いものかもしれない。なぜなら白の木の破壊もしくは古紙は必ず王国の存続に関わる問題と結びついており、より強い神秘的な絆の存在をうかがわせるからである。テルペリオンは、 シルピオンやニンクエローテとラウレリンはマリナルダやクルーリエンとも呼ばれていたという。トールキンが書き残した初期のテルペリオンの名前はシルピオン、バンシル、ベルシルであった。ありがとうございます。